全国3000万の整備動画ファンの皆様こんにちは。本日はここ戦いの聖地有明コロシアムによりバイク屋対レッツ4ベルト交換時間無制限一本勝負をお送りいたします。実況解説は私古舘五郎丸がお伝えいたします。それでは早速リングの方にカメラを移してまいります。さあすでにリング上では両者の激しい睨み合いが始まっております。やるかやられるか食うか食われるか男の生き様をかけた戦国絵巻のロマネスクが展開されようとしております。今静寂の時を断ち切ってゴングが鳴らされようとしている。ゴングが鳴った。さあまずは両者互いの距離を伺っている。動くのはどちらか、バイク屋が動くのか先にどちらが動いていくのか。バイク屋が動いた、バイク屋が動いたぞ。さあまずはどこからだ。これはキックペダルだ。困った時のキックペダル、あってよかったキックペダル。そのキックペダルを邪魔をするものは容赦としないばかりに今もぎ取った。さあそして次は何を外しているのか。これは何だ。おっとエアクリーナーボックスだ。エアをクリーニングするボックス、それがエアクリーナーボックスだ。そのエアクリーナーボックスを外していこうというのか。これも情け容赦なく外していこうというところか。今ネジがくるくると外されてエアクリーナーボックスがどんどんと取り外されようとしている。おっという、ここは緩めただけだ。フェイントか。さあいよいよベルトカバーに手が伸びた。バイク屋が手にする工具はおなじみの T レンチ。試合前の会見でバイク屋は工具の中で何が好きかと聞かれるわ、それは T レンチだと我々に語りました。なぜかといえば回してる姿がかっこよく見えるからだ。そう豪語しております。回れ回れ T レンチ、 T レンチを回し続けた30年、早いぞ早いぞ。このスピードにはトンボも思わず目を回すか。さあカバーが外れます。そこはブラックボックス、一元様お断りの世界であります。迷宮のラビリンス、疑惑の密室階段と言われるベルトカバー、パンドラの箱を開けたその先には一体どんな世界が広がっているというのか。おっとこれは V ベルトだ。なんとベルトカバーの中に入っていたのは V ベルトだった。ついに V ベルトが我々の前にその姿を現しました。おっとこれは危機快快、 V 字の谷間に繊維のベルトが挟まれているだけではありませんか。チェーンはどこへ行った、ギアはどこに消えたのか、なぜこれでスクーターは前に進むのか、その謎は今日明らかにされるのか。さらに作業は進んでいく。これはどこから攻めていこうというのか。ボルトが緩められていく。これはキックギアだ。さあこれは簡単に外していこうというところか。今キックギアユニットが外された。そしてここは一度ロープの反動を利用してインパクトレンチだ。ドライブフェイスが外されて、さあついにベルトがむき出しになりました。さあそしてここで再びインパクトレンチだ。インパクトレンチの乱れ打ち、今クラッチ側のセンターナットが緩められたぞ。そしてクラッチアウターが外された。さあベルトに手がかかったぞ。さあ外すのか外すのか、ここを一気に外していこうというところか。外した。容赦なく王者の腰からベルトが剥ぎ取られてしまった。これは屈辱だ。そしてこれはちょっとエアガンを取ってたぞ。どうしようかな、消えそうだ。ベルトパスを吹き飛ばしている。今も思うとした黒煙が立ち込め、今場内騒然としております。これは体に悪そうだ。そしておや、何かをばらし始めたぞ。これはプーリーだ。プーリーを分解しようとしている。なぜプーリーを分解しようというのか、ベルト交換だけではないのか。これは暴走だ。今小さなドライバーが取り付けられた T レンチがくるくると回されてプーリーが分解されようとしている。さあ今ランププレートが取り外されウェイトローラーを手に取ったぞ。どうなんだ、交換か、ダンベリはしているのか、摩耗はどうなんだ。今慎重にバイク屋がウェイトローラーを吟味している。そしてどうする、これウェイトローラーを戻した、戻した、チェックしただけで戻しました。問題なしと見たか。このバイク屋意外とケチであります。
さあ、原付少年が大好きなウェイトローラー、もっと軽く、ウェイトローラーはもっと軽く、軽快なスタートダッシュ、そして加速はすぐに頭打ち、そして今ランププレートが戻され、ネジが締められていく。またも小さなドライバーでくるくるとランププレートを元に戻していく。さあ、ここは緩みやすい部品だ。しっかりとしっかりと締めていきたいところだ。ドライバーを持つ手に力が入る。まさに藤原義明のヘッドロックを見るようだ。ギリ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 と締め上げていく。的を締め上げるかごとく。ネジが食い込んだ今。そしてさあ、ここから一気に組み立てだ。プーリーが車体に戻させた。クラッチシューを丁寧に接続している。おっと、これは念のためにパークリーナーでクラッチシューを清掃したぞ。これは落とした。ここが滑ってしまってはスクーターは前には進めない。そして今王者の新しいベルトがドライブプーリーにはめ込まれた。スクーターは自動遠心クラッチだ。このクラッチが遠心力によってぐわっと広がることによりクラッチアウターを捕まえてタイヤもろとも強引に回転させる仕組みだ。まさにこれは一人ジャイアントスイング状態だ。さあ、作業は進んでいく。さあ、今ネジロックがセンターナットの取り付け位置に今塗られたようだ。そしてセンターナットがはめられていく。おっと、ここでバイクが何かを手に取ったぞ。これは凶器を手に隠して持っているようだ。隠し持ったぞ。なんだこれは。 SST だ。ブーリーホルダー専用工具、スペシャルサービスツール、略して SST。 今 SST がガチューとブーリーホルダーの動きを封じた。バンジキュースか。そしてなんだこれは。トルクレンチだ。 SST とトルクレンチのマンジ固めだ。ギブアップか。ここで試合は終わってしまうのか。さあ、どうなんだ。締めていく、締めていく。決まった、これは決まった。さあ、どうなる。試合は、おっと、ここでプリーホルダーが外されていく。さあ、次はクラッチ側だ。おっと、またも SST だ。 SST の乱れ打ち。今がっちりとドライブプーリーが固定されたぞ。そしてこれはまたもトルクレンチが投入されようとしている。コブラツイストだ。これはコブラツイストだ。殿下の宝刀コブラツイストが決まった。これはもはや流れられない。ここはバイクや勝負と見たか。怒涛の大技2連発であります。技のデパート、戦いのエンターテイナー、もはや勝利は確信したといったところか。さあ、キックギアが今丁寧に車体に取り付けられた。でボルトが一つずつはめられていく。またもここで T レンチだ。回していく、回していく T レンチ。今がっちりと車体にキックギアユニットが固定された。そしておっと、ここで一度キックペダルを1回2回。ここを見逃しては後戻りになりかねない。最後の正念場だ。さあ、ここから最後の仕上げだ。バイク屋が今そーっとカバーを取り付けた。さながら遺体を埋葬する死刑執行人か。いや、執行人は埋葬をしないぞ。さあ、ここからどんどんとネジが取り付けられていく。場所によって長さが違うぞ。注意が必要だ。さあ、思い起こせば太古の昔、親から買ってもらった超合金を興味本位でバラバラにしたあの日から、機械いじりというものは男の本能が目覚める場所と言えるでしょう。その機械いじりというものを生涯の仕事と定めた男が奏でるレクイエム。今大いなる最終章に向けて渾身のメロディーを奏えております。さあ、来たぞ来たぞ、 T レンチスプラッシュマウンテン、一人インパクトドライバーであります。もうもはや何を言ってるかわかりません。さあ、今エアクリーナーがボルトで固定されようとしている。局面は最後の仕上げだ。これはもう床屋で言えば
前掛けは外されたといったところか。締め上げた。そしてキックペダルが取り付けられて、ボルトがはめられた。さあ今フィニッシュの時だ。ポールの体勢に入ったぞ。ワン、ツー、スリー。ベルトが交換された。駆動系の政権交代、走りの下克上達成の瞬間だ。以上、有明コロシオムよりお伝えいたしました。ご視聴どうもありがとうございました。